ダニー・ミノーグは、オーストラリア出身の歌手、女優、ファッションデザイナー。姉は、ポップ歌手のカイリー・アン・ミノーグ。メルボルン出身。父親のロナルド・チャールズ・ミノーグは、アイルランド系。母親のキャロル・ミノーグは、ウェールズ系。姉のカイリーも、世界的に活躍するポップ歌手である。他に、弟のブレンダンがいる。子役として、オーストラリアのテレビで活躍後、1990年に、オーストラリアでレコードデビュー。デビューシングルのラブ&キッスは全英8位、豪州4位のヒットになり、幸先の良いスタートを切る。日本でのデビューアルバムは1991年4月1日のラブ&キッス。このアルバムは前年にオーストラリアで発売されたデビューアルバムダンニーのジャケットやタイトルなどが変更されたもの。同年にはイギリスでのデビューアルバムジャンプ・トゥ・ザ・ビートが発売。基本的には前出の2作とは変わらないが、収録曲が2曲追加されたり、一部楽曲のアレンジが変更されている。このアルバムは全英8位の好成績を収め、オーストラリア以上にイギリスで人気を獲得することになる。1993年にはセカンドアルバムGet Into Youをリリースするが、全英52位とチャートセールスは、失敗に終わる。しかしこのアルバムに収録されている This Is It が全英10位のヒット。1994年1月には俳優のジュリアン・マクマホンと結婚するが1年後に破局。このことが大きなショックとなり、オーストラリアのプレイボーイでヌードを披露するに至る。このことに関しては後年、後悔していると発言をしている。1995年、小室哲哉のプロジェクトであるユーログルーヴにゲストボーカルとしてレスキュー ME とブギーウギーの2曲に参加。1997年にはレコード会社を移籍し3枚目となるアルバムガールを発売。先行シングルの All I Wanna Do が全英4位、全英ダンスチャート1位のヒットになるも、アルバムは全英57位という結果に終わってしまう。1999年頃にはレーシングドライバーのジャック・ビルヌーブと婚約するが2001年に破局。その後、ミュージカルで主演を務めたりなどするも、音楽活動は休業状態になる。だが2001年にRIVAのフィーチャリングとして参加したWho Do You Love Nowが全英3位のビッグヒットになったことでカムバックを果たす。2003年には6年ぶりのニューアルバムネオン・ライツを発表。アルバムは全英8位を記録し、このアルバムからのすべてのシングルが全英でトップ10入りを果たした。その後も常に最新のクラブシーンを意識した曲作りで現在に至るまでコンスタントにヒット曲を飛ばしている。1997年の All I Wanna Do から2015年の Summer of Love までイギリスで発売したシングルが12作連続で全英ダンスチャートで1位になっている。2008年からは英国出身のモデルであるクリス・スミスと交際。一時を設けたが2012年に破局した。2007年、イギリスのオーディション番組 X ファクターとオーストラリアのオーディション番組オーストラリアズ・ゴット・タレントの審査員に就任したことで新たな人気を獲得。番組で着る服のセンスの評価が高く、オーストラリアやイギリスではファッションアイコンとして人気である。2013年からはオーストラリア版の X ファクターの審査員を務めている。また、ベストアルバム This Is It The Very Best of を発売。2014年には自分自身でファッションサイト danniishop.com を立ち上げる。オーストラリアのターゲット店にて体の小さい人向けの洋服の販売を開始する。2015年、久しぶりに音楽界にカムバック宣言をする。新曲、Summer of Love を iTunes よりダウンロード配信する。また姉のカイリーとのデュエット曲、100 Degrees を発表。ありがとうございます。